さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りまし。あかね、もうすぐ一大イベントがやってくるね。え、一大イベント？何何何かあるの？何言ってんのよあんた。林間よ、林間、林間学校よ。推してるクラスメートの寝顔が拝める一大イベントでしょ。なんで寝室は同じ設定なの？へえ、でも2人がそういうの楽しみにしてるのなんかちょっと意外かも。だって林間って山の方でするもんでしょ。2人とも山とか虫とか苦手そうだし。何言ってんのよ茜、山ってすごいのよ。だって山って歩きづらいでしょ。つまり推しが転んだりするちょっとドジな姿も見れるかもしれないのよ。それに虫だってあいつら急に出てくるでしょ。だから私たちびっくりしちゃうじゃないの。ってことは推しもびっくりする可能性があるから普段見れない表情が見れるってことなのよ。なんだろう、二人って本当に推しに生かされてるんだなって思う。って言っても今回の林間学校に関しては音谷くんは茜とラブラブするんだろうしな。ほんとそれ、しまいには盛り上がっちゃってキャンプファイヤーの前でみんなに愛の告白とかしちゃったり。ないない、やめてよそんなの。私はみんなと一緒にワイワイできればそれでいいの。はあ、そろそろ私たちも違う推し見つけようかな。そういえば二人って音谷くん以外にそういう推してる人みたいなのいないの？うん、そうね、太一くんとか推そうかなって思ったけど結構もう人気あるからちょっと推しにくいしね。わかる、音谷くんってちょうどいいんだよね。みんなからもそこまでまだ知られてないけどすっごく輝く原石っていうか、なんか冷静に自分の彼氏の話をされてると思うとちょっと複雑になってくるな。音谷、俺ここで待っとくから早く済ましてくれよ。わかった、悪いな竹雄。失礼します。七海先生、僕に用って何ですか？おお音谷、ありがとう、来てくれて。いや、あの先生が放送で呼び出したんですけれど。来週林間学校があるだろ、それでちょっと音谷に相談したいんだが。確か音谷は料理が得意って言ってたよな。だからみんなで料理を作りたいなって思ってるんだが手伝ってくれないか？そういうことですか。でも僕なんかよりも近藤茜さんの方が料理は得意なので、よかったら僕から頼んでおきましょうか。近藤茜？ダメだ音谷がやりなさい、先生も手伝ってあげるから。なんか先生の今まで見たことない表情出た。とにかく頼りにしてるぞ音谷。はい、頑張ります。それでは僕はこれで。あ、そうそう音谷、当日ちょっと寂しいと思ったら先生の布団で一緒に寝ていいんだぞ。大丈夫です、ありがとうございます。俺は一体目の前で何を見せられているんだ？お、終わったみてえだな。何の話してたの？竹雄、林間学校の時なるべく俺の近くにいてくれ。ああ、なんかわかんねえけど俺も手伝うわ。へえ、林間学校ね、なんだか懐かしい響きだな。あれだろ、キャンプファイヤーの前でいろいろ盛り上がっちゃうやつだろ。私はああいうの苦手なんで絶対参加しないですけどね。わかんないぞ、もしかしたら音谷くんがみんなの前で近藤茜さんに近づく男子は全員許さないとかそんなこと叫んじゃうかもしれないぞ。ないですないです、もう奥さん何言ってるんですか。ちょ、あかねちゃん、フライパンフライパン、危ない、もう俺の顔に油飛び散ってるよ。あかねさん、奥さん、そろそろディナーの準備に取り掛かってもいいですか？はい、わかりました。音谷くん、助けてくれよ。なんだか楽しそうですね。よし、みんな集まったな。今日みんなが泊まるところはここだ。あれ、ここって茜さんと泊まったところだ。わわわ、まさか音谷くんと一緒に泊まったところだなんて。おい、大変だ、タイガがいない、タイガがいないぞ、このお泊まり会にタイガがいないぞ。いや、私に急に振らないでよ。男子のことは俺が引き受ける、女子はねね先生に聞くんだぞ。あかね、私たち普段料理とかしないからさ、包丁怖いんだけど。大丈夫大丈夫、私も最初はそんなんだったよ。っていうか音谷くんが料理教えてくれるのかなと思ったら、まさかの茜が担当になっちゃうなんてね。昨日音谷くんに頼まれたんだ、料理は茜さんがやった方がいいって。まあでもここの班、太一くんがいるからいっか。みんな美味しい料理を作れるように頑張ろうね。よーし、いい感じに燃えてきたぞ。なんだよリュウジ、なんだかんだ楽しんでんじゃん。
さっきまでタイガシタイガシうるさかったでやんすからね。ねえねえ、これって何の具材が入ってんの？うん、これか。さっきたまたまクマと出くわしたんだけどな、せっかくだからと思ってやっつけて鍋にぶち込んでやった。絶対こいつだけは怒らせないようにしなきゃ。先生、僕に手伝えること何かありますか？あー黒木くん、それじゃあこのキャンプファイヤーつけるのを手伝ってくれる？わかりました。竹雄、ちょっと手伝ってくれるか？オッケー、お任せあれ。結構つけるの難しいな。なんだよ黒木、こんなのもつけれねえのか？俺が代わりにつけてやるよ。こんなの一気に燃やしちまえばいいんだよ。ダメだよ、それ結構火力強いから気をつけて。熱い熱い熱いざます。なんで私の髪の毛に火がつくんざますか？多分燃え移りやすい髪型をしていたんでしょうね。よし、それじゃあ各班準備ができ次第ご飯にするぞ。は、うん、うん、結構美味しいじゃん。私たちが切ったもんね。みんなも美味しそうに食べてくれてるから大成功だよ。は、うん、うん、うまい。みんな鍋もできてるから遠慮なく食うんだぞ。いや、さっきの話聞いてなんか食べたくないよ。熱いざます。いつまで燃え上がってるんざますか？太一くん、君もゆっくりご飯を食べたらいいのに。よかったら僕も手伝うよ。ありがとう、トヤくん、助かるよ。太一くんはいつも率先して何かをやってくれるから本当に助かるよ。待って待って待って、イケメンかけるイケメンを拝めてるんだけど、私ここの席いくら払えばいいの？あかね、あれをご覧なさい。これが林間学校の特典よ。は、うん、うん、うん、何何？あんなの私たちが生きている中で何回見れるかわからない、まるで流れ星みたいなペアよ。確かに片方は私の彼氏って分かっててもあのペアはずっと見てたい。よし、それじゃあ男子は1階、女子は2階で寝るから、お前ら各自パジャマに着替えてさっさと寝ろ。おい龍二、お前寝んの早すぎだろ。あと一番迷惑な寝方してんじゃねえか。よっぽど楽しかったんだね。絶対音やと寝る。それにしてもここ雰囲気めちゃくちゃいいよね。彼氏とかと来たら楽しそう。あかね、そろそろ中戻ろ、寒くなってきちゃった。あー、二人とも先に戻っといて。私なんとなくもうちょっと夜空を眺めときたい。ほんとあかねってそういうところロマンチストだもんね。あ、あかねさん、あかねさん、僕です、おとやです。え、あ、あれ、おとやくん、な、何してるの？ちょっとだけ二人で抜け出しませんか？おとやくん、先生に見つかったら怒られちゃうよ。おとやくんらしくないよ。あの、あかねさん、僕らしいって何ですか？え、おとやくんってだってなんか真面目なイメージあるし、こういうことしなさそうっていうか。僕だってたまには好きな人と一緒にいられるならルールを破りたくなる時だってありますよ。おとやくん。お、おとや、どこにいるんだおとや。いや、先生うるさすぎて俺たち寝れねえよ。じゃあ明日は二人で仲良く怒られよっか。こうしていい意味でちょっと悪くなったおとやくんとの林間学校が終わりましたとさ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。